ペドロエリエセル、ロドリゲスレデスマは、スペインサンタクルスでテネリフェ出身のサッカー選手。セリエ SS ススラツヨ所属。元スペイン代表。ポジションはフォワード。バルセロナ下部組織時代の登録名はペドリートであり、トップチーム昇格後に、ペドロに変更した。6度のリーグ制覇、3度の UEFA、チャンピオンズリーグ制覇。 二度の FIFA クラブワールドカップ制覇、三度の UEFA スーパーカップ制覇、三度の国内カップ戦制覇のほか、スペイン代表の 2010FIFA ワールドカップや UEFA ユーロ2 0 1 2の優勝メンバーでもある。2019年5月30日、UEFA ヨーロッパリーグを制覇したため、同選手が獲得しーる現在のサッカー競技における、 主要国際大会のタイトルをすべて獲得した唯一の選手となった。カナリア諸島のテネリフェ島にあるサンタクルスでテネリフェ出身であるが、幼少時代から熱狂的な FC バルセロナのファンであった。セグンダ・ディビシオン B の CD ラキ3位シドロでプレーしていた16歳の時に FC バルセロナの下部組織に加入した。リオネル・メッシと同い年だが、 メッシュは飛び級により上位チームでプレーしていたため同じチームでプレーしたことはない。2006から07シーズンは FC バルセロナ C に所属していたが FC バルセロナ B がテルセーラディビシオンへ降格することが決まったためその煽りを受けて FC バルセロナ C は消滅し所属選手の多くは移籍先を探すこととなった。 彼自身もラシンクラブポルトゥエンセにレンタル移籍することが決まりかけていたが2007から08シーズンから FC バルセロナ B の指揮を取ることになったジョゼップ・グアルディオラの希望により FC バルセロナ B への昇格が決まった同シーズンはテルセーラ・ディビシオンで37試合に出場して7得点しチームのセグンダ・ディビシオン B 昇格を助けた 2007から08シーズン2008年1月12日、レアルムルシア戦の試合終了間際に出場して、トップチームデビューした。しかし、トップチームの右ウィングには、リオネルメッシが君臨していたため、わずかな出場時間にとどまった。2008から09シーズン2008年夏の、プレシーズンマッチで質の高いプレーを披露し、ハイバーニアン FC とニューヨークレッドブルズとの、 新善試合で得点を決めた。8月13日、UEFA チャンピオンズリーグ予選3回戦ビスは、クラクフ戦で先発出場し、ややトゥーレット途中交代するまでプレーした。アルアファリとの新善試合での活躍が決定打となり、8月21日にトップチームとプロ契約を結んだ。下部組織時代に着用していた背番号7を好んでいるが、 トップチーム昇格時はすでにエードル・グジョンセンが着用していたため、背番号17を選んだ。グジョンセンは2008から09シーズン終了後に AS モナコへ移籍したが、秋番となった7は2010年にバレンシア CF から加入したダビド・ビジャに渡された。9月16日、スポルティング CP 戦で、ティエリアンリーとの途中交代で UEFA チャンピオンズリーグの グループリーグ初出場を果たした。FC バルセロナが3冠を獲得した2008から09シーズンは通算14試合に出場した。リーグ戦では、ヘタフェ CF 戦、バレンシア CF 戦、レアルバリアドリード戦、すでに退館を決めた後の CA オサスナ戦に、計365分間出場した。同シーズンのコパデルレイでは、 ベニードルム CF 戦とアトレティコマドリード戦に、いずれも、メッシュとの交代で途中出場した。UEFA チャンピオンズリーグ決勝の、マンチェスターユナイテッド FC 戦では、アンドレス・イニエスタとの交代で、試合終了前の数分間だけプレーした。2009から10シーズン8月16日、スーペルコパデ・エスパーニャのアスレティック・ビルバオ戦では、67分に、 チャビエル・ナンデスのアシストから公式戦初得点を決め、タイトル獲得に貢献した。スーペル・コパの数日後に2014年までの契約延長に合意し、違約金は6000万ポンドに設定された。UEFA スーパーカップの FC シャフタールドネツク、戦では80分に、ズラタン・イブラヒモビッチとの交代で試合に出場し、延長戦で決勝点を決めた。 9月28日、UEFA チャンピオンズリーググループリーグの FC、ディナモ・キエフ戦のハーフタイムに、アンドレス・イニエスタとの交代で出場し、その後同大会初得点を決めた。ペドロはこの後も好調を続け、10月3日の UD ・アルメリア戦では、決勝点を決め、10月28日のコパデルレー、ベスト32の CD ・レオネサ戦では2試合で3得点を決めた。 レギュラーの地位を不動のものとしたペドロは11月7日の RCD マヨルカ戦でも2得点にし11月24日には UEFA チャンピオンズリーグのインテル戦でもチームの2点のうち1点を決めた12月には FIFA クラブワールドカップに出場し準決勝のアトランテ FC 戦で決めた得点は大会通算100得点となる節目の得点であった 2009年には国内の3大会と国外の2大会でも得点しており1シーズンの間に6大会でゴールを決めた初めての選手となった決勝ではエストゥディアンテスでラプラタに勝利して優勝しゴールドットコムが選出するワールドプレイヤーオブザウィークに選ばれた2010年に クラブが出場した6大会すべてで得点を挙げ、全公式戦で13ゴールを奪った。2010年1月10日には、故郷のクラブである CD テネリフェと対戦し、76分に途中出場して、相手 GK、エセキエルルナのオーンゴールを誘った。相手チームに敬意を払い、ゴールパフォーマンスは行わなかった。4月10日には、 レアル・マドリードとのエル・クラシコに初出場し、チームの2点目を決めた。4月14日のデポルティボ・ラ・コルーニャ戦では、相手 GK、ダニエル・アランス・ビアのクリアボールを拾い、40ヤードの距離から左足でロングシュートを決めた。UEFA チャンピオンズリーグ準決勝では、インテルと対戦し、結果的に敗退することになったが、サンシーロで行われたファーストレグで得点した。 リーグ戦では、シーズン終盤までレアル・マドリードと激しい優勝争いを繰り広げたが、ペドロは36節の CD ・テネリフェ戦、37節のセビージャ・ FC 戦、最終節のレアル・バリアドリード戦と3戦連続で得点し、優勝に花を添えた。2009から10シーズンは全コンペティションを通じて53試合に出場し、23得点を挙げた。 2010年6月9日、クラブとの5年間の契約延長に合意した。2010から11シーズンペドロは明確な、レギュラーとして2010から11シーズンの開幕を迎えた。2010年11月29日、5から0と圧勝したレアルマドリードとのエルクラシコでは、チームの2点目を決めて、首位を奪い返し、12月に行われた。 RCD s RC パニオールとのバルセロナダービーでは2得点にして、対象に一役買った。2011年4月20日、コパデルレー決勝のレアルマドリード先後半に、ゴールネットを揺らしたが、オフサイドの反則があったとして、得点は認められなかった。5月3日には、UEFA チャンピオンズリーグ準決勝セカンド、レグでも同じ相手と対戦し、イケルカシージャス相手に得点した。 同大会決勝では、マンチェスターユナイテッド FC と対戦し、先制点を決めて、優勝に貢献した。2011から12シーズン FIFA フフクラブワールドカップで、骨折したダビド・ビジャが12月以降全試合を、欠場するシーズンとなったものの、ペドロ自身も度重なる怪我で、コンディションが上がらず、新加入のアレクシス・サンチェスや、B チームからイサーク・クエンカや、 クリスティアンテージョの活躍が目立ち、レギュラーを掴んでいた過去2シーズンに比べ出場機会が減ってしまう。しかし、シーズン最終戦となったコパデルレー決勝では、開始早々の先制点を含む2ゴールを挙げ、優勝に貢献した。2013から14シーズン9月21日のラーヨ・バジェカーの戦ではクラブでは公式戦初のハットトリックを達成した。 2014から15シーズン2014年9月21日、レバンテ戦でシーズン初ゴールを挙げた。ルイス・スアレスの加入により、出場機会が減ってしまったが、2015年6月4日には、バルセロナとの契約期間を2019年6月まで延長することで合意したと公式発表した。契約解除条項は1億5000万ユーロに設定された。 2015から16シーズンマンチェスターシティやマンチェスターユナイテッドへの移籍が噂がある中で2015年8月11日に行われた 2015UEFA スーパーカップでは延長戦で決勝ゴールを記録したバルセロナでリーガエスパニョーラ優勝5回チャンピオンズリーグ優勝3回を含む20のタイトルを獲得した契約延長したこともあって バルセロナに残留するかと思われていたが、2015年8月20日に、イングランドのチェルシー FC への移籍を公式サイトで発表した。移籍金は3000万ユーロで、そのうち300万ユーロはパフォーマンスによる出来高払いだと公表した。背番号は17番。リーグ戦、第3節のウエストブロムウィッチ戦で、初先発して移籍後初得点を決めた。 2016から17シーズンより、背番号を17番から11番に変更した。エデナザールと共に、両ウィングのポジションを務め、2016年11月のトッテナム戦で、プレミアリーグの月間最優秀ゴールとなるゴールを決めた。2018から19シーズンの UEFA、ヨーロッパリーグ決勝では、アーセナル相手に、決勝ゴールを決め、 4から1での勝利に貢献した。2019から20シーズンより就任した、フランクランパード監督の下では、ベンチやベンチ外が多く遺跡が取り立たされ、ビッセル神戸からの関心が報じられた。チェルシーを退団することが確実となる中で迎えた、FA カップ決勝のアーセナル戦では途中、出場したが、負傷し、チームも敗れた。同月8日付で、 契約満了に伴い対談が決定。自身の SNS で感謝の意を表明した。2020年8月25日、イタリアのエースローマに3年契約で加入した。9月19日、エラスベローナ戦に先発出場し、ローマデビューを果たした。10月3日、ウディネーゼ戦で移籍後初ゴールを挙げ、勝利に貢献した。 2020から21シーズンは公式戦40試合に出場し、6得点7アシストを記録した。しかし、2021から22シーズンから監督に就任したジョゼモーリーニョからは構想外とみなされ、プレシーズントレーニングから除外された。2021年8月19日、同じローマのライバルである SS ラツヨへの移籍した。 チェルシーで指導を受けたマウリツヨサッリとの再会となる。背番号は9番。なお、トップチーム選手のローマとラツヨ間の移籍は36年間ぶりのことであり、それ以前は GK アストゥティーロ・マルジョリオがローマからラツヨに移籍した1985年まで遡る。スペイン代表でプレーする、ペドロ2013年9月10日、チリ戦2008年に、 U-21 スペイン代表に選出された。試合においては、フリーキックや、コーナーキックのキッカーを任された。2010年5月20日、2010FIFA ワールドカップに、向けた23人のスペイン代表メンバーに選出され、A 代表発招集となった。大会前の5月29日、サウジアラビアとの親善試合で代表発出場を、記録すると、 直後の韓国戦にも58分から途中出場した。6月8日、大会前最後の親善試合となったポーランド戦でフェルナンド・トーレスのアシストから代表初ゴールを挙げた。2010フィファワールドカップ本大会では5試合に出場した。グループリーグでは初戦のスイス戦に途中出場しただけであったが、決勝トーナメントでは1回戦のポルトガル戦と、 準々決勝のパラグアイ戦に途中出場し、パラグアイ戦ではゴールポストを直撃するシュートを放って、ダビドビジャの決勝点を演出した。準決勝のドイツ戦では、不調のトーレスの代わりに、初めて先発出場し、精力的な動きで、相手 DF フィリップラームと対等に渡り合った。1から0とリードしていた82分には、フリーのトーレスを差し置いて、 シュートを試みたが、トニクロースにクリアされた。決勝のオランダ戦にも右サイドハーフとして、先発出場し、60分で、エススナバスと交代したが、チームは延長戦の末に勝利して初優勝を果たした。2012年10月12日の W 杯予選、ベラルーシ戦では代表では、初となる、ハットトリックを達成するなど、全4得点に絡む活躍を見せた。 2014FIFA ワールドカップに出場する代表メンバーに選出された。グループリーグのオランダ戦、チリ戦でプレーしたが、グループリーグ敗退となった。2016年のユーロでは、ベンチメンバーであることに不満を漏らし、物議を加納した。2013年4月、パートナーとの間に第一子となる男児が生まれた。ありがとうございます。